お元気ですか、牧師美です。今回は函館ご島県函館海の幸カレーを食べていきたいと思います。前回はポークカレーですが、今回は海の幸のカレーでございます。それではね、さらによそって食べていきたいと思います。はい、早速食べていきたいと思います。で、もうさっき言った通り、前回はね、あのポークカレーですが、今回はね、同じ函館カレーの、今度はね、シーフード版でございますのでね、どんなのかっていうのをね、ちょっと見せたいと思います。これが多分ね、あのマッシュルームだと思います。で、これ多分イカとかエビとかね、入ってると思います。で、結構こちらもね、あの具がね、大きいと思います。これ多分エビだと思いますね。はい、早速こっちもね、食べていきたいと思います。ちょっとね、形が悪くてすいません。じゃあいただきます。うん、当たってます。これはね、エビでしたね。すごくね、優しい味ですね。これだったら多分お子様でもね、食べられるちゃんとしたね、味でございます。どんなね、あの香りはね、それほどない感じでございますね。なんか日本人向きのカレーですね。もう一口食べていきたいと思います。今度はね、なんかイカ入ってますね。イカもね、結構大きでね、大きめでね、なんか噛み締めるぐらいのね、柔らかさでございます。これはね、あの海産物系の好きな方にもね、たまらないね、あの美味しさだと思われます。でね、もしよかったらですね、こちらのね、函館五島県、函館海の幸のカレーをね、あのこれで取るといいですけど、購入してみてはいかがでしょうか。これ北海道限定なんでね、多分ね、全国の方では売ってないと思いますが、ネットでしたらひょっとしたら売ってるかもしれませんのでね、念のためね、調べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。またね、こういったレトルトカレー食動画やカップラーメン、カップ焼きそばの食動画も次々と上げていきますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。